こんにちは、菅沼智香です。今日はですね、ゆうきさまもろしの新しいプレスリリースを作りましたので、私が普段どんな風にリリースを作っているのか皆さんにご紹介したいと思います。私はゆうきさまもろしのプレスリリースを、まあ、半年ぐらい前から毎月毎月送ってるんですけれども、その甲斐あってですね、いろんなメディアの方に取り上げていただくことができまして、順番にご紹介すると、クラウドファンディングをした時に埼玉新聞さんが取材してくださったり、その後こちらは朝日新聞さんの記事です。それからオープンしましたっていうお披露目会の時にテレビ埼玉のニュースで紹介してもらったりとか、東京新聞さんに載せてもらったりとか、あとその後こちらは産経新聞です。それからこの間の動画でご紹介したんですけれども、埼玉建設新聞とか、あとはもうすぐ2月の16日から放送なんですけれども、ケーブルテレビのジェイコムさんに取材をしていたりとか、今まで本当にいろんなメディアで紹介していただくことができました。実際にプレスリリースをどんな感じで作っているかというのなんですけれども、こういう長さんっていうんですかね、あの A4 が三つ折りにして入れられる大きさの封筒で送っています。で、中にじゃ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 ん、こんな感じで、こちらが折りたたんだプレスリリースと、あと幻のパンフレットを一緒に送ってます。で、プレスリリースは今日これ作ったんですけど、こんな感じで書いてまして、まあこれは基本的なプレスリリースの、まあ、ルールという感じだと思うんですけれども、 A4 の紙1枚で、伝えたいことっていうのをまとめてます。で、タイトルと、あと、写真をまあ 2,3 点ぐらい入れてますね。それからあと文章と問い合わせ先っていう風になってます。で、私の場合は毎回、ニューキッサ幻の、まあ、営業日をプレスリリースでお知らせしているんですけれども、まあ、そのタイトルに例えばこの2月の幻でしたら、オープンの1周年なので周年のイベントをしますっていうような目玉となるようなものを持ってきて、幻の紹介ですね。で、それから営業日っていうのを載せてます。リリースの内容に関して、これはあの引き企業塾の、ツアーに参加をした時に温泉道場さんのレクチャーを聞ける機会があって、その時に教えてもらったんですけれども、ポイントが3つあるそうで、1つ目が社会性、2つ目が地域性、3つ目が季節性ですね。ちょっとこの順番が合ってるかちょっと定かじゃないんですけれども、リリースも文章を作る時に社会性、地域性、季節性がこう全部入っているようになるべく意識をして書いてます。で、例えば社会性だと、まあ、私はこのニューキッサ幻のプロジェクト自体がとても社会性があることなので、たくさんこう取材していただく機会が得られているとは思うんですけれども、まあ、いつも書いているのは富山ニュータウンの元空き家を活用したアートプロジェクトですね。見出しにこの文章の本文の中でも、高齢化率が埼玉県ナンバーワンの鳩山ニュータウンで空き家を活動したアートプロジェクト、ニューキッサ幻が進行中だっていう風に書いてます。鳩山町のニュータウンはとても空き家が多いっていうことが社会問題になってますので、そこをまあ最初に分かりやすく入れるようにしてます。それから、東京都から同ニュータウンに移住した東京芸大出身のアーティスト菅沼智香がっていう風な形で、移住者がやってますっていうことも冒頭に毎回入れるようにしてます。地域性っていうところも社会性とすごくリンクしてくると思うんですけれども、やっぱりその高齢化が問題になっている地域で、鳩山ニュータウンの高齢者と引き地域の若手クリエイターなど、世代を超えた客層が集まり、これまでのニュータウンにはない新しい交流の場になっているという風な感じで、地域を盛り上げていくっていうような、そんなことを伝わるように書いております。季節性なんですけれども、これはまあ、毎月送ってもなんとか季節性を、まあ、できたら出さなきゃなと思って、いつもちょっと頭を悩ませて書いてるんですけど、まあ、今回は周年だったので周年のことにしたんですけれども、1月のプレスリリースなんかだと里帰りモーニングっていうのを企画して、新年で里帰りをされてる鳩山ニュータウン出身の息子さん娘さんたちが、新しい幻のこういう取り組みをしてもらって、地元に目を向けてもらうっていうようなことに役立てないかっていうことでイベントを企画したりして、里帰りモーニングをこう押してリリースを送ったりもしてました。あとはですね、これも温泉道場さんのレクチャーで教えてもらったんですけれども、この写真のところが女性子供お年寄りがこう入っている写真っていうのが記者さんの目に留まりやすいっていう風に聞きまして、まあここに、まあ分かりやすいようにこう幻の写真で、まあ私がいますねっていう写真とか、なるべくこう多世代の方が写っているような営業中の写真を入れて、まあそんなところも意識して
毎月毎月ちょっとずつ変えながら送っていったりしています。それでプレスリリースの送り先なんですけれども、基本的には私の場合だと川越記者クラブというところが川越市役所の中にありまして、まあ、そこに郵送をすると、まあ、これファックスでも大丈夫なんですけれども、私は郵送で送ってまして、そこに各局の記者さんがこう情報を取りに来てくれるっていうところがあるので、そこに送るっていうのが まずは基本なんですけれども、その他にも今まで名刺交換をしたことがある記者さんとか、その、まあ、幻のことももちろんなんですけれども、それ以外に もう移住推進の、仕事だったりとか、あとその RFA の方で、まあ、マルシェの、取材を受けたりとか、そういう時に名刺交換させてもらった記者さん などにもプレスリリース直接その会社に、何々様宛てっていう風に、まあ、個人名で書いて送ってもいるっていう感じですね。それで大体まあ月に9通から10通ぐらいを毎月毎月送るっていう風にやってます。まあ、実際のところ結構川越記者クラブのそのリリースを見て知ってくださる記者さんっていうのは結構多くて、まあすごい便利な仕組みだなっていう風に思ってるんですけれども、例えばその私の場合だとこう郵送で送って、でそれをその記者クラブの方で多分何社も所属されてメディアがあるので、そこにこう印刷をして1枚ずつこう白黒のコピーで多分配ってくださってると思うんですけど、でそれがさらにまあファックスとかでその記者さんの埼玉支局とかそういうところに届いたりして、結構記者さんの手元に来る時には2回3回コピーとかファックスされて、すごいもう全然写真とか見れないみたいな状態になってるので、まあそれでよく取材を切ってくれたくださったなっていう感謝っていう感じなんですけど、まあほんとちょっとそのまあ気持ちぐらいの差かもしれないんですけど、一応私はこう郵送で送るようにはしてます。はい、ということでプレスリリースの書き方についての紹介動画いかがだったでしょうか。まあ、いろいろこうリリースを流したいその情報によっても、まあ、媒体の向き不向きとかあるでしょうし、もう幻の場合は結構外性が強いプロジェクトなので新聞に取り上げていただくことが多かったりとか、そういうこともあると思うんですけれども、まあ、何かプレスリリースを書かれる方の、まあ、少しでも参考になればと思っております。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければこの動画にグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日お会いしましょう。またねー。